はいどうもチェルシーだよーということで、今日の動画はですね、声ともやっていきたいと思います。で、チェルシーといえばですね、いろんな声を使うわけなんですけれども、今回はもしもしこんな感じのショタブを使ってスタートしていきたいと思います。で、ショタブの状態から徐々に女声になっていくという動画になります。まあ、なかなか面白い結果になってると思いますので、最後までぜひご覧ください。あ、もしもし。もしもし。もしもし。聞こえますか？うん、今何してた？何もしてなかった。暇してた？暇だよ。暇。ひなたは今いくつ？16。あ、16歳か。高1だね。そうだね。じゃあ俺が1個先輩だ。先輩が、うん、先輩って言え。なんか幼いね。幼い。ああ、まあ声が高いってよく言われるから。高い、うん、あんまり好きじゃない。高い方が好き。あ、本当に？じゃあちょうどよかった。計画通り。メンヘラなのかなって最近思っちゃう。あ、そうなの？なんで？メンヘラ重いだけかもしれない。重いの？めちゃめちゃ重い。ああ、それはヤンデレじゃない？どっちかというと。ヤンデレなんか。メンヘラはあれだよ、なんかみんなに好きって思われたいみたいな。ヤンデレは？ヤンデレは特定の人に愛されたいみたいな。教えて、なんか。特定の人に愛されたいの？そうかも。ああ、じゃあヤンデレかもね。なんかその人がいればいいみたいな、そんなのがヤンデレだよね。え、そんなことない。でもなんか何、浮気症かもってなるよ。浮気症なの？わかんない。わかんない。そうかもしれない。そうなんだ。結構いろんな人のこと好きになるの？なんて言うんだろう。今は好きな人いるの？いるかな。じゃあ、ひなたちゃんはどういう人がタイプ？優しすぎないくらいの人。ああ、なるほどね。うまい具合にこう距離を取ってくれた方が逆に好きになれるみたいな。ああ、なんか分からんでもないな、それ。ひなのかごめん、もうこれが本当なんだけどさ。本当に？これがマッチ声って感じ。え、男の声どういうこと？いや、男です。すいません。すいませんでした。愛を歌って